CDX は、ホンダ技研工業の中国現地合弁である、後期ホンダ技社が、アキュラブランドで製造、販売する、小型クロスオーバー SUV である。2016年4月の北京モーターショーで発表され、7月29日に、正式に発売開始された。製造は後期ホンダ技社の増上工場にて行われる。CDX は中国市場向けに企画開発された。 車種で RDX より一回り小さくアキュラのラインナップでは最小のクロスオーバーとなる。なお、米国市場への投入は当初は計画していなかったが、2017年4月にジョン池田米国アキュラ副社長が放棄の違いへの対応の難しさに言及した上で、米国投入を検討していることを認めた。 外観はそれまでのアキュラのビークグリルを配してペンタゴングリルを採用するなど2016年1月の北米国際オートショーに出展されたプレシジョンコンセプトで披露された最新のデザイン言語に基づくものとなっている。プラットフォームはホンダベゼルがベースとされている。エンジンはホンダシビックなどと同じ l 十五バイト型1.5リットル自家 4DOHC ビテクターボを搭載し、 これにトルコン付き発足 DCT を組み合わせている。駆動方式は FWD または OD となる。ありがとうございます。